大変お待たせいたしました。それでは第十二レース一着となりました。青森の坂本隆選手勝利者インタビュー行いますわ。初日特選一着、おめでとうございますわ。ありがとうございました。四連勝ですわね。まあ、それはたまたまです。好、は、調、い、ですが、このきっかけみたいなのはあるんですの。いや、もうずっとやってた練習があの出てるだけなんで、はい、練習の成果ですね。今日の特選レースはどのように走ろうと思われてたんですの。 まあ、行けるところからしっかり、あの、仕掛けて出しをしみしないようにだけ考えてました。そして、原田選手の選考、どう見てましたかしら。まあ、原けんは絶対どっかで行くと思ったんで、まあ、できれば先に仕掛けたかったんですけど、まあ、一着取れたんで良かったです。結構まくってる時はきつかったかしら。そうですね、まあ、香川さんのブロックもあると思ったし、武田さんも三番手入られちゃったんで、結構きつかったですね。四コーナー回ってきた時はいかがだったかしら。あそこはちょっと休んで、もう一回、このホームの直線で踏めたんでよかったです。 そして第1、2も決まりましたわそうですね最高の結果だと思います足の感じもいかがかしら、えー、今日はちょっと疲れてるかなと思ったんですけどそれでも一着なし明日もっと良くなると思います明日も皆様どうぞ期待してくださいねこのコーチバンクは前回去年7月にいらした時も優勝されてますわ相性いいですわねそうですねはい相性いいと思います明日からどんな走り見せてくださるのかしらまあ出し惜しみせず行けるところでしっかり行けるレースをしたいと思います では最後まで残ってくださったお客様に一言お願いいたしますわ明日からも3日間力出し切って勝てるよう頑張ります応援よろしくお願いします大きな声援も飛んでいますがそれでは最後にやはりこのトップで走ってるのはかなり大変だと思うんですのこのなんていうんですかリラックス方法ってあるんですのま普通にあのあの今日レース終わったらもうその後は特に考えないで DVD 見たりします特に最近気に入ってる DVD は何かしら まあアメリカのドラマとかはい見てます。なんでしょうそれは。まあいろいろと。じゃ今日もその DVD を見ながら。そうですねはいゆっくりしたいと思います。ではまた明日もここでお待ちしたいと思いますわ。はい頑張ります。ありがとうございました。どうぞ皆様大きな拍手でお送りくださいね。